郡山の様子なんですが、昨夜降った雪から時間がかかりました、そして晴れましたんで、放射冷却が効きました。ということで、路面がガチンガチンに凍結いたしまして、こういうツイッターいただいております、今朝の福島市は道路凍結で超渋滞、潮上の坂で全く進みませんでした、あ至る所で,です、ね、スタックした車を見受けましたけれども。 やっっぱり事故も多かったなんとこちらでございます福島県内で76件の今朝、事故がありましてこれは今シーズン一番多い事故件数だったということでございますさあ気になるのがこの後の雪なんですけども雪雲がまた西から進んできております、でこの雪雲さほど活発ではないんですけれども会津中通りにやはり雪を降らせそうなんですね、えー、午後10時ごろまでの雪の量をご覧ください。 えー、雪の量、1センチと予想しております、福島1センチ、郡山2センチ、会津でも数センチの雪ということになります、中東半端に降りますから、空予報を見てみましょう、明日朝もガチンガチンになるかと思います、しかも放射冷却で冷え込むということになります、そして明日の午後です、日中は一旦雪は小康状態になるんですけども、明日の夕方から夜にかけて、また本降りの雪、大雪のところも出てきそう。